ちゃん、篠原です。今回は共通テストの傾向変化があったらチャンスと思えということについて話したいと思います。で、これ何かっていうと、まあ、共通テスト、まあ、今まで予想問題集いろいろやってきたじゃないですか。で、予想問題集って思考テストを元に作ってるんだけど、まあ、思考テストと同じのがあったら難しすぎるんで、多分あれよりは簡単になるんですよ。で、簡単にしようとした結果、共通テストで今までやってきた予想問題集とは全然違う傾向が本番ポンと出る可能性がある。つまり傾向が変わる。まあ今まで一回もやったことないんで共通テスト、まあ傾向がないんですけど、これまでの傾向、これまでこういうのが出ると思ってた傾向と全然違うのが出た時にチャンスだ、ラッキーだと思ってほしいってことですね。で、なぜかというと共通テストは今のところ何が出るか全員が謎なんです。俺もわかんないです、何が出るか。で、予想問題集とか作ってる予備校とかもまあ謎なんですよね。なんだ、何が出るのかなって分かってないと。で、分かってないからこそ、まあ思考テストを元に作ってるし、で、その思考テストっぽいのが出るだろうということになってるけれども、実際それが出るとは限らないんです。まあ言ったらこれまであんまりやってこなかったようなものがいきなりポンと出るかもしれないってなったら、ラッキーだと思ってほしいんですね。まあ例えばリスニングで言ったら数字を読み上げられて、その数字をマークするとか、500にマークとかね、とかが出るかもしれないんですよ。で、これをチャンスと思ってほしいですね。なんでチャンスかっていうと、全員できないからです。つまり共通テストで傾向変化がある、うわなんだよこれ、予想問題集でもセンターの5問でもやったことねえよっていうのが出た時に2つパターンがあるんで、一つはうわなんだよこれマジかよ、ふざけんじゃねえよボケカフがと思いながら点が取れないっていうね、焦っちゃってテンパっちゃって点が取れないっていうタイプ。もう一つが、あーこの問題みんなどうせできないでしょと、でも冷静にやったらできるかもしれないなと、他の受験生今焦ってんだろうな、まあ俺は冷静だけどって言って、まあ自分の実力を出していくっていうタイプ、二極化するんですね。で、ぜひみんなには後者になってほしい。言ったら新しい傾向で謎の問題が出たってなった時に、あーまあまあ多分こうすれば出るんだろうなと思いながら、余裕を持って解いてほしいんですね。なんだよこれふざけんなよってイライラしながら時間だけ経つみたいなのが一番最悪、他の問題も取れなくなるしっていうところで、ぜひ落ち着いて、うわやった傾向変化だ、これ何人か焦って取れないぞ、待ってちょっとよくよく見てみよう、あれこれ3番じゃねっていう風になんかこうやってほしいんですよね。慌てずにやっていく、冷静にいるだけで、まあ難しかったらみんなできない、自分もできない、みんなできない、もし簡単な問題だったら冷静でいる自分だけできる、他の人はできない、有利ですよね。だから冷静でいるだけで有利だと、合ってる合わないに関わらず冷静に他の問題を取れるようにしてるだけで、俺は一歩も二歩も前進してるぞっていう風に思ってほしいんです。おそらく共通テスト、思考テストと全く同じのは多分出ません。思考テストと同じだと難しすぎたり簡単すぎたりするから。だから例えば英語のリーディングで思ったより難しいと思います多分。で、数学思っているより簡単、センターっぽいと思います。国語はちょっと謎です正直。資料と兼ね合わせた問題が出るかどうかってちょっと謎ですけど、まあ出るかもしれない、随筆が出るかもしれない、わかんないですけど、その時予想だにしない問題が出た時はラッキー、チャンスだ、俺慌ててないぞ、他の受験生慌ててるだろうな、これ後でネット荒れるんだろうな、まあ俺は冷静だけどと思いながら、その問題、目の前の問題を戦っていくっていう風にしてほしい。はい、なので共通テストで傾向変化があったらガッツポーズ、やったチャンスだと思いましょうというところでした。ぜひ共通テストの傾向変化に対してはチャンスだと思ってほしいっていうところですね。今回はこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。